組を含む関係モデルの概念組とは関係モデルにおいて皮膚整数個の属性の集合からなるデータ構造のことであるデータベースにおける組においては次のことが言える複数の属性から構成される一つの組の方の例を示すこの方の実際の組の例を示すこの例では便宜的に組を視覚的な図で示しているこの例の組は ID という属性名である整数型の101という属性値を持つ属性と、氏名という属性名である文字列型のヒューダーウェンという属性値を持つ属性と、住所という属性名である文字列型の沖縄県那覇市という属性値を持つ属性の3つの属性から構成されている。この例の組の字数は3である。占述したように、 組を構成する属性は順序付けられていない。つまり、この例の組で、氏名の右側に住所があると述べることは間違いであり、住所は三番目の属性であると述べることも間違いである。同じ型の組の特定の集合は、関係を構成する。関係を構成する組の数は、例以上である。関係の例を示す。この例の関係には、 同じ型の組が4つ含まれている。関係データベースのデータベース言語を SQL では、行地構築士で組を次のように生成することができる。ありがとうございます。